はい、皆さん、今回言及させていただきたいのは何でだろうか、何に関してかっていうと、タイに関して、まあこのチャンネルを見てる方、タイが好きな方多いと思うんだけど、タイの中でね、一つの問題点があります。これに関してちょっと自分自身で考えてるし、皆さんも意見を聞かせていただきたいんだけど、まあこの間まあタイの、大使が外務省に、来られて講演をされたんで、その時に聞いたこと、質疑応答でもさせていただいたんだけど、タイという国、これはもちろんそれを聞く前からも分かってたんです。で、何がっていうとね、日本って少子高齢化じゃないですか。一人当たり合計特殊出生率、1.44 です。だから、2人産まない、まあ結婚しない人もいますからね。だから自分みたいにまだ結婚して、まあまだ自分は男だからまだ結婚できるからいいと思ってるんだけどね。だから、一定年齢以上いっちゃうとね、やっぱり結婚しにくいっていうのは事実かなって感じがしたら、特に女性の方はね、結婚で子供が産む、産めない、子供欲しい男性が結構多いじゃないですか。自分は別にそんなに子供が欲しいって思わないんだけど、だから別に自分の年上の女性でもいいんだけど、まあ確かに、日本の少子高齢化に貢献するためにはね、子供をとは思っていますけど、その中でね、1.44 ということで、合計特殊出生率、日本は。それに対して、タイはどのくらいかというと、1.51 です。だから、ほとんど変わらないんです。で、基本的に東南アジア、ね、発展途上国と呼ばれている国々、インドなんかもそうだし、南アジアのね、あとアフリカとか、中南米、まあ、結構人口急増じゃないですか。こういう状況、ね、例えばフィリピンなんか25年ぐらい前地図帳なんか見ると6000万人台だったんです。で、今1億人超えてますよ。バングラデシュも同じように今1億、日本とそんなに1億ぐらいだったのが今1億何千万、6000万、7000万ぐらいになってます。だから通常発展途上国っていうと、まあ皆さん多くの方がね、子供をたくさん産んでっていうね、いうふうに印象があるんだけど、タイはねまたそこが違うんです。タイはね、で実際自分が、まあ、仕事で駐在してましたので、その時もまあいろんなタイ人と出会ってね、やっぱ感じること結構独身が多いんですよ、30代超えて40代超えててもね。だからこの間行った時もね、40代でも独身女性で結構いたし、もし結婚しても子供いないとか、そういうのが実情です。でこれに関して、まあ、自分なりの意見持ってたんだけど、タイ人をちょっと聞いてみました。不思議なだなと思ってね。そしたらまあ大使の意見としてはですね、まあこれはいわゆるまあタイの人ってのはまあ教育、子供に教育をね結構かけるです。まあこれは確かにその通りだと思いました。自分のいわゆるまあタイのバンコク駐在してる時もね、自分のその会社辞めて、でその時にまあ大学院に入ってっていう形で、だから結構教育、高等教育だから塾なんかも今結構流行ってるようで、塾に通わせてということで、一人にかけるお金って結構あるようです。そういったところがまず1点言及してました。で2点目として、男性が頼りない、あ、その通りだな、ちょっと笑っちゃいましたけど、男性が頼りないって言ってました。その通りだなって。だから女性の方がね、東南アジアって結構女性の方が働くんですよね。だからそういったところで確かに男性が頼りなくて、男性がぐうたらしてて、でまあ稼ぎがない、それだからなかなか結婚できないというふうには言ってました。でまあそういう、まあその通りだなっていうすごい実感したんだけど、あともう1点ね、考えられるのは、これ、おかまさんが多いかな。おかまさんが。同性愛者多いです。だから、結構自分もタイのバンコク駐在してる時にね、同じ会社内でとか、他のところでね、言い寄られた経験って結構あります。いや、もちろんタイの女性にもね、ブーツってやって薬局が、会社すぐそこにあったんですよ。で、その女性に気に入られて、結構なんかいきなりびっくりしてね、俺入り口出た時にいきなり待ってて、あ、ストーカーみたいなびっくりしちゃって、で弁当をね作ってきてくれたりとかいろいろやったんだけど、かなりびっくりしましたけどね。で男性にもかなり言い寄られてね、だから結構その男性が男性を好き、いわゆるその34通りってあるじゃないですか。あのところにゲイバーってあって、ゲイの方々、おかまの方々結構多いなっていう、レディーボーイも多いじゃないですか。それは実感してます。まあそういったのも他国と比べて多いので、確かにその子供の数、男同士が例えば、まあもし例えばね、そういう結婚できるようになっておっしゃって子供生まれるわけないじゃないですか。だからそう考えると確かに、子供のね、数は減っ、ね、多くはないのかなって感じはしました。独身の女性も多いですからね、独身の男性とね。まあ、他にそういった何かこれがこれだっていうのがコメントでいただければと思うんだけど、まあ、そのように
ちょっと思いました。まあ不思議なこといろいろありますけどね、まあ、世界各地を回ってきて多くのことをまあ調査もしてますけど、まあ、ふとこの間外務省のタイの大使、サトシの大使が講演されたことで思って質疑応答までさせていただいたんですけど、これに関してね、ちょっと不思議に思ったことです。